大きさ8から9ミリ、時期4から10月、分布本州、四国、九州、沖縄。ほぼ円形で半透明の甲羅を背負ったような姿をしたハムシの仲間です。平地から山地の大きめの葉のある緑地や草むらなどに生息しています。主に紫式部やその近縁のヤブムラサキなどの葉を食べます。この特徴のある姿は一度見ると記憶に残るかもしれません。ただ葉の裏にいることが多く見つけにくいかも。葉の表にいる時も張り付いてなかなか顔を見せてくれません。顔を取りたくて動くまで根比べほとんど負けますが、一文字の名前の由来は上羽後方の両端にある黒い門。ここが一の字に見えるところから一文字と言われています。ちなみに上羽前方の両端にも門がある種もいます。黒い門が4つ、四つ門亀のコハムシです。ここまで出すともう一種類、やはり4つの門ですが、透明な甲羅に金色の体がきれいなジンガサハムシです。紫式部など自然や栽培地での食害の報告はないようです。場所によってはたくさんいるのですが、やはり全体的には数は少なそうです。